ヘリコプター。回転翼機に分類される航空機の一種です。固定翼機に比べて、巡航距離や速度は劣る反面、離発着に滑走路を必要としない点、そして何より、ホバリング、空中停止ができるという大きな特徴があり、人命救助や報道撮影など幅広い目的で使用されています。そんなヘリコプターにもいくつかの種類があります。今回は、主に日本国内で救助用ヘリとして使用されている機種を中心に、簡単に解説していきます。まずは、BK117。BK117 は日本の川崎重工業と西ドイツのメッサーシュミット、ベルコー、ブローム社、現在のエアバス、ヘリコプターズ社が共同で開発、製造した中型双発ヘリコプターです。1982年に、国産ヘリコプターとして初の型式証明を取得しました。メインローターは4枚、着陸装置はスキッド方式です。国産の安心感からか、消防防災ヘリコプターとしては、非山岳圏を中心に全国で幅広く採用されています。ドクターヘリとしても多く利用されています。また、C2 では、巡航速度や航続距離が大幅に向上。報道ヘリとしても納入実績があります。さらに、最新型の D2 では、メイン、ローターを4枚から5枚ブレードに変更。メイン、ローターを取り付けるローターハブの部分を、ベアリングを使わない、ベアリングレス構造に変更するなどのさらなる機能性の向上が図られています。続いて、AS365。AS365 は、アイロスパシアル社、現在のエアバス、ヘリコプターズ社が開発した中型双発ヘリコプターです。その見た目から、フランス語でイルカを意味する、ドーファンの愛称で親しまれています。メインローターは4枚、着陸装置は車輪方式です。この機種の特徴は、テールローターに、フェネストロンを採用している点です。フェネストロンの利点はいくつかあるのですが、ブレードがダクト内に収まり露出部分が少ないため、地上の人や物に接触する危険性が低く、安全性が高まる、という点があります。なお、フェネストロン自体は、現在は特許が切れているため、他社でも採用例があります。このドーファンは、日本国内では、消防防災ヘリコプターや報道ヘリなどとして幅広く採用されています。また、メインローターが5枚となった H155 は、報道ヘリ等として採用実績があります。さらに、最新型の H160 が、某国営放送の取材ヘリとして導入されることになっているようです。次に、ベル412。ベル412は、ベル、ヘリコプター、テキストロン社が開発した中型双発ヘリコプターです。消防防災ヘリコプターとしては、山岳圏を中心に広く導入されていました。ただ、最近では、岩手県、富山県、広島県、鳥取県、鹿児島県など複数の県において、後述の AW139 で更新されるなど、日本国内では少しシェアを落としている印象です。メインローターは4枚、着陸装置はスキッド方式です。続いて、AW139 は、イタリア、アグスタウェストランド社が生産する中型双発ヘリコプターです。この機種の特徴は、これまで手薄だった、やや大きめの中型ヘリコプター、という点です。キャビン容積は、このクラスでは最大となっています。また、片発停止時の緊急出力が大きいため、片発のみでも全尾重量を支えられる世界初の双発ヘリコプターとのことです。日本では、海上保安庁が採用したのを皮切りに、消防防災ヘリコプターなどで広く採用されています。メインローターは5枚、着陸装置は車輪方式です。またワンサイズ、コンパクトな AW169 も日本でも導入され、消防防災ヘリとしては山口県で採用されています。この他、海上保安庁や山梨県と高知県の消防防災ヘリコプターとして運用されている、シコルスキー S76 型。そして、東京消防庁や海上保安庁で採用されている、大型ヘリコプター、通称、スーパーピューマ、が救助ヘリとして活躍しています。以上、日本で救助用ヘリとして運用されているヘリコプターについて、見てきました。
最後になりましたが、国民の安心、安全を守るために、日夜厳しい訓練と現場に立ち向かっている皆様に心から敬意を表するとともに、空の安全を願っています。ご視聴、ありがとうございました。